これだから、これからのこの地球っていうのはね、これで極端に、今までは昔はね、わしらとか60年前の頃っていうのはね、春が非常にな長かった。ほいで春が、まあ一番野菜の作りやすいというのは春やね。それでもう夏っていうのは、例えば物が暑すぎてね、ほいで害虫もものすごく増えて作りにくいんですよ。ほいで今種まくのが一番楽なの。何でも負けるの。これで今ね、日本中で愛知県っていうのが一番野菜食べる。食べない。食べない。食べないって言われてます。これでこのウイルスも一番多い。昔は東京がね、一番だった。今この愛知県が一番。ほいで三重県とか岐阜は愛知県の半分。野菜一番食わない。まず。ということはね、この世界一の